牛尾電機株式会社は東京都千代田区丸の内に本社を置く産業用工芸をはじめとした光応用製品並びに産業機械を扱うメーカー東京証券取引所一部上場本社は東京都千代田区丸の内丸の内北口ビルディング1916年現在の関西電力中国電力の電球製造部門が独立して 姫路電球株式会社となり、ここから1964年に産業用光原メーカー、牛尾電機として独立し創立された。実質的な創業者であり現、取締役相談役の牛尾次郎は、経済同友会代表幹事などを歴任し、理想な銀行の成立に立ち会っている。ハロゲンランプのトップメーカーとして知られているが、実際は、その他産業用特殊抗原、機器が、 事業の中核を成している。集積回路パターン焼き付け用の露光ランプや、医療機器用、ランプ、プロジェクター用光輝度ランプ、殺菌用低圧 UV、ランプ、スキャナー、コピー機、レーザープリンター用ハロゲンランプ、デジタルシネマプロジェクター、電子部品用露光装置、光学式洗浄装置、紫外線硬化装置などで、世界的に高いシェアを誇る。 露光抗原世界シェア75%液島 UV。抗原世界シェア85%。デジタルシネマプロジェクタ世界シェア40%。シネマプロジェクタランプ世界シェア55%。産業用ランプ世界首位。液晶、半導体向けは露光用ランプに加え各種装置を取り扱う。1992年にアメリカ合衆国の映写機メーカーであるクリスティン,インクを傘下に収め。 デジタルシネマ事業に進出した。2015年にはアメリカのコロンビア大学と手術部位などの感染を防ぐための筐体域スペクトル紫外線技術の独占ライセンス契約を締結し、メディカル分野への進出も積極的に進めている。2020年、空間や物に付着する菌やウイルスを99.9%不活性化させる。 殺菌用抗原ケア222を開発。通常、人体に有害とされる紫外線だが、ケア222に使用されている222ナノメートル紫外線は特殊なバンドパスフィルターによって人体に無害とされている。また、ケア222は共同研究した米国コロンビア大学に手寄って特許化され、牛尾電気は独占実施権を有している。 ケア222は新型コロナウイルスへの殺菌効果はすでに証明されており、米国コロンビア大学によってさらなる効果検証実験が進んでいる。日本国内向けには2020年9月から医療機関に向け販売開始。2021年1月からは一般にも製品を発売している。兵庫県姫路市で創業され、グループ最大規模の研究開発。 生産拠点を現在も置いていることから、JR 姫路駅前には大型ネオンサインがある。他、YouTube、www.youtube.com2020 年7月1日閲覧。YouTube、www.youtube.com2020 年7月1日閲覧。ありがとうございます。